ちらをご覧ください。つば九郎30周年、おめでとうございます。30周年ということは、僕がまだ生まれてない時からつば九郎は活躍されているという本当にリスペクトしてますし、本当にすごいなと。毎回毎回面白いネタだったりとか、いつも楽しく僕も発見させますし、つば九郎あってのスワローズだと思ってます。まだまだこれからスワローズもつば九郎も、僕も、もっと成長して一緒に切磋琢磨して、頑張っていきたいなと僕自身も思ってるので、これからも長生きして、お互い頑張りましょう。30周年おめでとうございます。今日の最初のお祝いのメッセージは、東京ヤクルトスワローズ村上選手からでした。改めてつば九郎おめでとうございます。それではお待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより JEDA セントラル